前、テレビに出てたよね。その時の振り付け、すごかったな。まあね。歌もダンスも自分完璧だから。今回のアイドルアルティメイト一次予選を突破できたら、君と共演できるかな。共演か、楽しそうだな。あ、でもそれ無理だと思うぞ。自分もう先週一次予選勝っちゃってるからさ。しかもぶっちぎりのトップ通過だぞ。そうなんだ、さすがだね。じゃあ今日は見学にでも来たの？見学っていうか、まだ勝ててない人たちをちょっと見に来ただけなんだけどね。本当は社長から誰とも仲良くするなって言われてるんだ。だからこうして今喋ってることは内緒だぞ。黒いプロはその辺すごく厳しいんだ。いつも自分ちゃんと守ってるんだけどさ、今日はつい話しかけちゃったぞ。誠がジローにそっくりだったからな。え、ジロー？自分のいとこにジローって子がいてさ、地元の友達でしょっちゅう喧嘩してたんだよ。え、それって男の子でしょ？ひどいよ響き。あれ、自分誠のこと褒めてるんだぞ。ジローはモテモテだったんだ。全然褒められてる気がしないな。ところで誠の所属してる事務所はどこなんだ？有名なところなのか？ナムコプロっていう事務所だよ。響きは知らないかもしれないな。ナムコプロ？あの変態事務所で有名なナムコプロか？え、変態事務所なんかじゃないよ。あ、プロデューサー。うわ、君はこの前のハムスターの人。黒い社長は朝晩必ず言ってるぞ。ナムコプロは実力もお金もないくせに、プロデューサーの立場を利用して所属アイドルにセクハラまがいのことをしてるって。それに所属アイドルも勝つためには手段を選ばない卑怯な連中だって聞いたし。むちゃくちゃだな。そこまでありもしないことを言われたら僕黙ってられないよ。も自分ナムコプロの罠にハマっちゃったぞ。誠とは気が合いそうだって思ったけど、これじゃ仲良くできないよ。僕らの話聞いてないみたいですね。ダメダメ、話しかけるな、変態が映る。じゃあね、バイバイ。黒い社長っていう人はどうして響きにあんな嘘を教えたんでしょうね。はい、最初はすごく緊張してたんですけど、響きと話しているうちに綺麗に消えちゃいました。ダンス談義でめちゃめちゃ盛り上がっちゃって、効果的な練習方法とか体を鍛える時の苦労話とか共感できる部分が多かったな。響きにはまだかなわないかもしれないけど、僕だってダンスには少し自信ありですから。はい、いつか響きと一緒に踊るためにも今日は負けられませんよ。それじゃあ僕、すぐ着替えて準備してきます。そう言われると逆に焦ったりして。もう時間、行ってきます。